さあ、ここだよ。大丈夫だよ、気にしなくても。僕だって普段着だろ。ああ、最近出てきたモデルだね。向こうはアール・ブッサンの跡取り、その隣はS・ショージの霊場。思っていたより普通のパーティーみたいだ。少なくとも表向きは。そう、とりあえず誰かに聞いてみた方がいいだろうね。会場に来ていない可能性もある。君はここでじっとしていて、あまり動き回らないように。あの子、ずいぶんと地味な格好ね。場所間違えたんだろ。かわいそうだからほっとけよ。あんた珍しい格好してるね。どこの学校？おい、この俺がせっかく話しかけてやってんだ。こっち向けよ。これは俺のパーティーなんだぜ。教師がなんでこんなとこにいるんだよ。そうだよ、ここは俺が仕切ってんだ。安藤正志？どいつもこいつも。今のボスは俺なんだよ。安藤正志なんて関係ない。何をしようと俺の自由だ。わかるか？ボスの座をもらっただと？ざけんな、奪い取ってやったんだよ。女なんかにうつつを抜かしてっからだ。なんでそんなこと俺が先生に教えなきゃなんねんだよ。だいたい教師がこんなとこ来ていいのかよ。学校に知れたらやばいんじゃねえの？格好が俺に口出しできるかよ。できるさ。松川伊織、お前も来てたのか。僕たちは御堂和也に頼まれたのさ。このパーティーを調べるとね。何？御堂だ。妙な連中まで集めて、ずいぶん派手に騒いでるようじゃないか。叩けばどんな埃が出るのか楽しみだね。おまけに前の主催者は突然の失踪。その後釜に収まったのが君だ、九条。聞けば君はずいぶんと主催者の座を欲しがっていたそうじゃないか。俺は何もしてねえよ。僕に言われても困るな。疑うのは僕の役目じゃない。
カズヤだ。後ろ暗いところがないのは彼にそれを証明することだね。僕たちは一人の女性に目をつけている。さっき先生が君に尋ねていた女性のことだ。安藤正の失踪が彼女と関わりのあることだと僕たちは踏んでいる。それがきちんと証明できれば和也も君から興味を失うだろう。さ、どうする？何も知らないと言って御堂家を敵に回すか、知っていることを話して標的から逃れるか。九条、君が選ぶんだ。分かった、話すよ。去年のことだ。安藤のやつ、このパーティーで知り合った女に入れ上げちまった。それまでの女関係全部整理してたから、かなりマジだったと思う。地味な庶民臭いやつだったぜ。ここでも浮いててさ。それで安藤が声かけたんだ。その後一度学校にまで連れてきてたのを見たぜ。小系の制服を着せてまで他校の女を学園内に入れるなんて驚いたから、よく覚えてる。夏だよ、夏休みだ。それで消えた理由は？それはマジで知らねえ。駆け落ちなんだろ、みんなそう言ってるじゃねえか。俺は関係ねえよ。そうか、では和也にそう言っておくよ。じゃあごゆっくり行きましょう先生。一人にしてしまって悪かったね。大丈夫だったかい？あれ？もちろん嘘だよ。そう、全部ね。ひどいな。君のために知恵を絞ったのに。ま、カズヤには内緒だからね。それじゃあ帰ろうか。失礼。君はこんな場所で何をしているんだ？すぐに帰りなさい。ここは君が来るようなところではない。いいね？どうした？何かあったのかい？
ボンジュール、マドマーゼル。朝から掃除とは精が出るね。うむ、気持ちのいい朝だ。だが、僕の心は曇っているどんよりと。そう、僕だ、花房二郎。君がいつまでも頑張るから、僕だってこんなことは言いたくなかった。だが、言わねばならない。やめたまえ、そんなことは。君には分かっているはずだ。なぜなら、僕にも分かっているからだ。君がしていることは、とにかく危険だ。見ていられない。悪いことは言わない。おとなしくしていたまえ。みんなそれを望んでいる。今日は家にいて、明日は学校からまっすぐ家に帰って、いい子にしているんだ。いいね。乱暴だな。扉くらい静かに開けろ。眉間にシワが寄ってるぜ。寝不足か。それで誰に会うの？失礼ですが、はい、そうです。ええ、御堂様からお話は承っていますわ。こちらへどうぞ。ええ、確かに私が応対したわ。日付までは不確かだけれど、この人はよく覚えてます。発着場でジュースをかけられたんだもの。その前から少し目立ってはいたんだけれどね。美人だし、連れの男性もモデルみたいだったから。それになんだか二人ともピリピリしているみたいだった。待合室では私の立っている正面に座っていたの。女の子はずっとうつむきっぱなしで。それから登場が始まって、歩いてきたと思ったらバシャッ。よ、ほんと驚いたわ。それから謝ってくれて、二人でゲートをくぐって。私が知っているのはそこまでよ。お役に立つといいんだけど。いいえ。ところで、そちらの方は恋人？同居しているだけなんだけどね。あら、ごめんなさい。
こんな遠くまでお姉さんのために来てくれるくらいだから、てっきりそうかと。彼女、危なっかしいからね。お姉さん、見つかるといいわね。さっきの写真、見せてくれる？君のお姉さんの顔、初めて見たよ。綺麗な人だね。というより、タイプの違いかな。君も、おしとやかにしていれば、似て見えるかもしれないよ。どういたしまして。家政婦さんへのささやかなお礼だよ。さあ、帰ろうか。起きてた？用ってわけじゃないんだけど、その元気かなと思って。そうだね。なんでもないの。ちょっと声が聞きたかっただけ。ごめんね、こんな時間に。おやすみ。いやあ、今日も元気だね。君が元気をまき散らしている姿はとてもいい。セフォルミダーブ。学園長が呼んでいるよ。待たせるのは良くない。速やかに行くといい。いや、来てくれたのね。どうもありがとう。この1ヶ月、君の働きぶりを見せてもらった。でね、結論が出たんだ。採用になったの。ちょっと任せられないってことになって。そんなわけでごめんね。御堂君にはもう連絡してあるから。短い間だったけどご苦労様。